日本の映画人口が最も多かったのは1958年の年間延べ11億2745万人日本人が映画館で年平均12.3本映画を見ていた計算になりますねところがこれが15年後の14年後か1972年には年間2億人を切ってしまって、まあ、日本人は映画館で平均2本年平均2本映画を見なくなっちゃいますそんなドン・底ー・ホッの日本映画を支えたのが門川映画であるという話は以前したと思うんですがあの門川事務所が映画を 初めて作ったのは年の年犬神系の一族本格的に映画を量産し始めるのは1979年からなので、えー、本当にどん底だった70年代を支えたのは実は山口百恵龍浦智和主演の映画だったんですね。 で2人の共演作は全部で12本あってこのうち年間興行収入ベスト10に入らなかったのは1本だけ中でも1975年と76年の2年間は三浦智和が出ていない「花の子ニートリを初恋時代も含めると山口百恵は年間3本。 そして続く77年、78年も年間2本ずつ出演映画を公衆ベスト10に送り込み、ドップの人気を維持したまま、1980年の10月に三浦智和との結婚のためにスパッと芸能界を引退して、まあ、二度とそれ以来、マスメディアには登場せず、2人の子供を育て上げて今も三浦智和との結婚生活を維持しています。今回はそんなあっぱれな人生を送っている山口百恵の主演映画と現役時代の話です。 まあそもそも山口百恵映画スターではありません、えー、歌謡界のアイドルです。 1974年彼女のデビュー作「伊豆の踊り子」これは松竹が田中絹代日活が吉永小百合東宝が内藤陽子と各社が自社の期待をかけている専属女優を売り出すための切り札として作ってきた映画なんですけれどもこの1970年代に入ると邦画がものすごい勢いで衰退さっき申し上げたようにすごい勢いで衰退してしまったために映画会社が自分のところでスターを育てることができなくなってしまいそれでまあ歌謡界からアイドルを映画に引っ張ってくるようになりました。まあ、それ以前にも美空姫 映画とか以前紹介したグループサウンズ映画とかまあ歌謡界のアイドルが映画に引っ張り出された例はたくさんあるんですけれどもしかし1970年代はその数が倍増しました。 そして多くのアイドルが12本で、まあ、いいとこ23本で打ち止めだったんですけどもそんな中桁違いの成功を収めたのが山口百恵です日本のアイドルは1960年代の半ばまでは集団就職で上京した若者が少ないまあ小関を貯めてプロマイドやシングルレコードを買いで安いレコードプレーヤーで曲を聴いたりしてまあ応援している対象でしたやがて行動成長を遂げた日本の都市部に生活の心配がなくて自宅に あの自分の部屋を持っていてその部屋にはオーディオセットまであって頻繁にコンサートに足を運んだりグッズを買ったりできる若者層が出現します。でこうした層を取り込む新しい時代の最初のアイドルになったのが1971年6月「17歳」という曲でデビューした当時17歳の南沙織でした。 また、南沙織と前後して、宝塚歌劇団を2か月で退団して、NHK の朝ドラ、2時に出演した小柳ルミ子、それから TBS の時間ですよとドラマで人気者になっていたアマチュマリが相次いでデビューし、南沙織と合わせて3人娘と呼ばれていました、この3人がまあ現代アイドルビジネスの先駆けだったわけですけれども、中でもそれまでのアイドルとはあの決定的に違う、飾らない素のままあの感じを出していたのが南沙織でした。 この南沙織がデビューして4ヶ月後まあわずか4ヶ月後ですけど1971年に日本テレビでこの「スター誕生」という番組が伝説の番組ですねが始まります。これはですね後にピンク・レディー岩崎宏美、で片平渚岡田由紀子石野真子柏原芳恵、中森明菜小泉京子といったもうそうそうたるアイドルを輩出する伝説のアイドルオーディション番組ですね。 でこれは当時の売れっ子作詞家の悪友がテレビ時代の新しいアイドルを製造する装置として日本テレビのプロデューサーの池田文夫とまあ一緒に企画した番組で司会は萩本欽一そしてレギュラー審査員として毎週悪友性格家の松田俊作曲家の中村大志が登場しほかに作曲家の戸倉俊一や三木隆史それから芸能雑誌の編集者やレコード会社のディレクターが週替わりで審査に参加していました。 でこの番組では3ヶ月に一度決戦大会というのが開かれてでこの決戦大会では芸能プロダクションやレコード会社のスカウトがずらりと客席に並んでいてでお目当ての自分が育てようと思ったアイドルに社名を書いたプラカードをあげるっていうシステムだったんですが1972年1月2日に放送された第1回決戦大会で初段チャンピオンになった森雅子には13社がプラカードを上げホリプロが獲得しました。 で森政子は1972年の7月に悪友作詞遠藤実作曲の「先生」という曲でレコードデビューしてオリコン最高3位万枚のヒットを記録していますさらに同じ1972年9月の第4回決戦大会では桜田淳子がグランドチャンピオンになって25社がスカウトを挙げるというこれはもう12年にわたるスター誕生の歴史で二度と破られることのないえすごい記録を立てています。 でこの桜田純子にはホリプロもプラカードを上げてたんですけども、まあ、日本テレビの行政でサンミュージックというところの所属になりそして桜田純子は翌1973年2月「天使も夢見る」という曲でレコードデビューでこの歌も作詞は「悪友でした、まあ、スター誕生から出たアイドルの歌の作詞は「悪友の利権みたいなところがあったんでしょうねそして えー、お待たせしました1972年の12月後楽園ホールで開かれたスター誕生第5回決戦大会で山口百恵が第2位になり11社がプラカードを上げます山口百恵は1959年1月生まれ両親は法的に認められた夫婦ではなく父親には別な家庭があって、まあ、彼女はいわ,いわゆる私生児でした。 で小学校2年からデビュー直前の中学2年までを横須賀で、えー、過ごし父親が生活費をほとんど入れていなかったので母親が働いて生活を支えていたそうですスター誕生の山口百恵の応募書類の写真を見た CBS ソニーのプロデューサーの酒井雅俊この人は山口百恵のみならずさっき言った南沙織天地真理それから郷ひろみキャンディーズなどを売り出して、まあ、日本のアイドルビジネスを確立した人なんですけどもこの酒井雅俊は後に山口百恵のことを 少女は大地に足を踏みしめるように立っていたその存在感に私は惹かれたと書いていますし同じスタート誕生のプロデューサーの池田文雄はジーパンにシャツスタイルというごくありふれた服装なのになぜか彼女がいるとそこだけ静まり返っているように思えたと書いていますまたデビュー直後に「週刊プレイボーイ」で彼女のグラビューを撮ったお正月に惜しくも亡くなられてしまいましたけれども篠山紀信はこう語っています今のアイドルみたいに昼でも夜でもおはようございますなんて言ってこびるところがなくてさ 昼間にはちゃんと「こんにちは」っていう芯の通った人だったそれでいて影があるそこが魅力であり不正室だったんだよね南沙織が初めての飾らないアイドルだったとすれば山口百恵は初めての影があるアイドルだったんですねがみんながみんなこの山口百恵いいは,は1980年9月にもう引退の時に出版したこの「青い時」という回想録の中で審査員の一人から「 君は例えば誰か青春スターの妹役みたいなものならいいけど歌は諦めた方がいいかもしれないねと言われそれまでの自信がガラガラと音を立てて崩れてしまったと書いていますこの審査員が何を隠そう悪友ですで、悪友もえ回想録の夢を食った男たちの中で自分の発言を認めて山口百恵の登場におけるインパクトはとても桜田淳子の日ではなく後の百恵神話を予測させるものはほとんどなかったと書いていますで、この最初のボタンの掛け違いのせいか悪友は山口百恵のための歌はただの一 も作詞することがなく逆にピンク・レディや澤田賢治の歌を作詞してレコーードのチャート戦争で山口百恵の敵として立ちはだかります山口桃江の前にスター誕生からデビューした歌手が9人いてで、まあ、プロダクションへの配分が一巡していたために山口百恵は森昌子と同じホリプロの所属になりレコード会社は酒井雅俊のいた CBS ソニーに決まりました。 がこの時ホリプロは3月にデビューさせる3月末かなにデビューさせる石川さゆりにかかりっきりで CBS ソニーも「TBS の時間ですよ、ね」で「やまあ、ちまり」に続いて人気者になった浅田美優子の、えー、デビューにかかりっきりで山口百恵には手が回らず、えー、そのため彼女の千景和也作詞徳谷俊一作曲のデビュー曲「年頃は」はオリコン最高順位37位と結果に終わってしまいました。 1960年代の日本の芸能界は渡辺プロダクションいわゆる鍋プロの独占状態で1970年代で初めになっても、まあ、ちょっと衰退したクレイジーケッツに変わってザ・ドリフターズが台頭しさらに澤田研治森進一布施明石田闇奥村中オーヤンフィフィ十和山は内田でまた披露してクールファイブといったヒット曲連発の人気歌手とかさっき言った小柳ルミ子天地マリアグネスチャンキャンディー増田ヒロミといった、まあ、次世代のアイドルも抱えていて鍋プロ盤石の感がありました。 山口百恵がデビューする一月前の1973年スター誕生から新人アイドルが次々に輩出されていることに焦りを感じたナベプロが NET 今のテレビ朝日で月曜8時から「あなたなら OK」という、まあ、同じようなオーディション番組をスタートさせます。 ところが月曜8時台は日本テレビが1969年から「紅白歌のベストデンという歌番組を放送していて、まあ、当時テレビ業界には同じプロダクションのタレントは同じ時間帯の裏番組に出演させないという、まあ、不分立アンリュトル,ルールがあったのでこの番組が始まっちゃうとナベプロ所属の歌手が紅白歌のベストデーに出られないことになっちゃうんですねもうそうするとまあ歌番組ほとんど成立しないんじゃないかって感じだったんでそこで当時の日テレ制作局局次長の井原崇田だこれ皆さんコ中さんと呼んでますけど井原コ中さんがナベプロに出向いて なんとかあの裏の日本テレビにも歌詞を出してもらえないかと頼んだんだそうですねところがえそれに対して渡辺新社長がだったら紅白歌のベストテンの時間を打ちちゃいいじゃないかと言ったんだそうですで昔田原校中が売り言葉で買い言葉でもう結構オタクの歌詞はいりませんと単価を切っちゃったそうですねでこれはそのいやら さんが書かれたこと元祖テレビは、えー、噴大奮戦という、えー、本に詳しく書かれていますけど僕実際にラジオで伊原さんから直接この話も伺ったことがありますがこれはまあ伊原さんの、えー、回想なので、えー、鍋プロ側には別なな言いい分があるんじゃないかと思います、まあ、とにかくそういうやり取りがあって伊原高中さんは、えー、局に帰って「俺は鍋プロを切ってきただからもう死ぬ気でやれ絶対に負けられないんだこの戦は」で元気を飛ばしたんだそうです。 でさらに、もうナベプロ以外の主要プロダクション全部の社長を集めて、どうか自分を助けてほしい、その代わりは分配したスター誕生の新人は、日テレがもう全力で売り出しますからって約束したんだそうですね。で、こうして、この1973年4月を境に渡辺プロダクションの急速な長落が始まります。山口も恵は1973年9月、2枚目のシングルを発売しました、デビュー曲のセールスがパッとしなかったために、このプロデューサーの堺井雅俊が頭をひねって、ティーンが抱える性の問題。 性の意識を前面に出した青い性路線っていうのを思いついてまず「青い果実」というワードを考えてでこのタイトルで千景和也があなたが望むなら私何をされてもいいわという刺激的なあの歌詞を考え出します。 でこの歌を歌った時山口百恵はまだ14歳ですあなたが望むなら私何をされてもいいと14歳が言ってたんですねでこの本人はこの「回想録の青い時」の中で歌詞を渡された時ショックを受けた同年代の歌手たちが天使や夢を歌っている時に自分がこんな詩を歌ったらという罪悪感に似たものを感じたと書いていますがまあこれ本人だけじゃなくて聴いてる僕らだって14歳がこんな歌を歌っていいものかって思ったもんですね。 しかしまあ他のアイドルの歌とはもう圧倒的な差別性があったんで,でこの歌はオリコン順位も最高9位まで上昇してレコードセールスもデビュー曲の約3倍の19.6万枚をえ記録でここから山口も思えい青い聖路線が続きますそして決定台になったのが翌1974年の6月に出た5枚目のシングルの「ひと夏の経験」でした「あなたに女の子の一番大切なものをあげるわ」 ででの歌ですねご曲だと思うんですがこれ当時山口もめがインタビューを受ける取材記者が必ずうすら笑いを浮かべながら「え女の子の一番大切なものって何だと思いますか?」と聞いていたんだそうです。でそれに対して山口もめは 少々ですとでも言ってほしいのかと著書が青いときの中にちょっと切れ気味に書いてますそして心の中ではそう思いながらも、えー、記者に対してニコニコして「真心です」と答えていたそうです、えー、この歌が発売される直前週刊誌が山口百恵は失生時で父親には別の家庭も子供もあるということを戸籍投法の写し入りで、まあ、暴露して百恵自身が初めて自分の出世の秘密を知ってしまったそうですでこの後 山口百恵の父親は母親に渡っていた親権を取り戻そうと訴訟を起こしたり、まあ、娘に無断でホリプロから借金をしたりするんですけれどもホリプロサイドはそうした家庭環境の暴露を山口百恵の影のあるイメージ作りに巧みに利用したためにもう彼女のダメージにはなりませんでした。 そしてこの年の「紅白歌合戦」では赤組のトップバッターとして山口百恵が女の子の子一番大切なものをあげるわと歌いました。みそかに日本中の家庭で小さな子供が親に女の子の一番大切なものって何って質問してもう親を困らせていたと思います、まあ、しかし、こうしたです、ね、カツカツのえぐいところをつくのはもう歌舞伎のが伝承してきた芸能の本質だと思います。 ですからこの戦略はその後秋元康に受け継がれ11年後におにゃんこクラブが「セーラー服を脱がさないで」と歌うことになります。 でこの戦後1974年には大きな出来事が続きましたまず1973年10月 TBS で放送された大英テレビ制作のホームドラマ「顔で笑って」に出演し6年後の結婚式で売借人を務めることになる宇都井健人親子役を演じていますそして1974年の初夏にはグリコの「プリッツ・カレーの CM で三浦智和と初めて出会いました。 さらに1974年10月からは TBS で「顔で笑って」と同じ大英テレビ制作のドラマいわゆる赤シリーズ第一作の「赤い迷路」がスタートします赤シリーズは1974年から1980年まで全部で10シリーズ作られ山口百恵はそのうち「赤い迷路赤い疑惑赤い運命赤い衝撃赤い絆」と5シリーズに主演「赤い疑惑と赤い衝撃」では三浦智和と共演もしています これらのドラマはかつて大英で若尾彩子主演のドロッドロの不倫劇を撮っていた山津村康造とか富本宗吉とか古畑康夫恩知英夫といった大監督が演出を担当し山口百恵の家庭環境をそのままドラマに持ち込んだドロドロの設定に百恵を不幸のどん底に叩き落とすような難病血縁といった試練がぶち込まれ さ宇津井健が見せる大英演技と呼ばれるオーバー演技が話題になって山口百恵が主演した5シリーズはそれぞれ平均視聴率が18.923.423.627.029.5と右肩上がりに上昇していきました。 ただ山口百恵はどんどん忙しくなってこの撮影が百恵町で行われていたためにえ赤い迷路で共演した松田優作は付き合いきれないからどうか俺を殺してくれとプロデューサーに懇願してえ全26話中20話で脳腫瘍で死んでしまうことになりますし赤い疑惑で百恵の育ての母を演じたあの温厚そうな八重草薫さえぶち切れて29話中6話で降板 <laughs> えそれから赤い疑惑で脚本を書いていた橋田壽子も山口百恵が忙しくてセリフを覚えきれないので短くしてくれとプロデューサーから頼まれて怒っ ししてしまいます、まあ,あの山口百恵が結婚を機にわずか21歳で、まあ、スパッと芸能界を引退した時に、まあ、彼女の引退を惜しむ声が強かったんですけれども自分のせいではないにしろこれらの大物たちを敵に回しまくっていたのでまあそれはやめたくもなるだろうなと僕は当時思いました。 ひと夏の経験が大ヒットした1974年山口百恵は初めての主演映画「伊豆の踊り子」まあ、この赤で書いてあるのが彼女の主演映画なんですけども「伊豆の踊り子」の撮影に入ります監督は後に百恵主演映画を5本監督することになる西川克実ですこの西川克実は日活で「伊豆の踊り子詳細、えー、絶唱エデンの海」と。 後に山口百恵主演でリメイクする文芸映画を数多く撮った当時56歳のベテランでホリプロの堀武夫社長と日活時代から懇意だった関係で起用されたそうです。で相手役は一般公募だったんですが西川監督はこの「グリコ」の CM でももえと共演していた三浦智和を痛く気に入って応募書類を作らせて一般公募の中に紛れ込ませたんだそうですね。 でこの三浦智和と一般で応募してきた辛坊勝義という現役東大生が最後までこの先考に残ってで東方はこの辛坊勝義を強く推してたんですが西川勝美が三浦智和でいきたいともう押し切って結局まあ三浦智和に決まりましたちなみにこの辛坊勝義という東大生は、えー、この「伊豆の踊り子」の1時間6分25秒目のところで山口百恵が2階から落とした折り鶴を拾ってあげる1校生の役であのワンカットだけ記念出演して。 いるんですけども、芸能界には進まずそのまんまあの東大出て弁護士になってですね30年後の2004年のライブドア事件の時に堀エモ門の弁護士として登場して、まあ、マスコミを驚かせましたついでに言うと、まあ、この映画には娼婦として売り飛ばされ結核にかかって汚い小屋に隔離されたまま死んでしまう山口百恵の幼馴染の役で同期の石川さゆりもワンシーンだけ出演しています1年半前のデビュー時点では百恵よりも格上だった石川さゆりはこの時はもうあの山口百恵に完全に抜かれていました え石笠織が隔離されていたのは天城峠を下田側に越えたた先という設定でした、えー、もしかしたら天城越えの作詞者の吉岡修の頭の中にはこの場面があったのかもしれません伊豆の踊り子は改めて説明する必要もないでしょうけども川端康成が1926年、えー、大正15年に書いた短編小説の、えー、映画化です伊豆半島へ一人旅に出た、えー、旧姓の一高生、まあ、今で言うと東大の教養学部なんですかね、えー、の学生が天城の山道で旅芸人の一座と出会い えー、そこから伊豆半島の先端の下,下田まで一座で一緒に旅するうちに一座の踊り子の少女に恋、まあ、をするという話ですね山道を旅する場面と夜温泉宿に泊まる場面が交互にあってでこの温泉宿では踊り子たちの、えー、お座敷のシャミや太鼓の音色がこの学生に聞こえてきて、まあ、学生が思いを募らせるというまう原作も実に映像的な小説です。 であの途中雨宿りに寄った茶店で、まあ、芸人たちは軒下に座らされるのに学生だけいろいろなある奥の暖かい部屋に通されたりとか、えー、あるいは宿屋の部屋を別々にされたりとかそれから通りかかった村で入り口に「旅芸人村に入るべからず」という縦札が立てられていたり当時旅芸人がいかに差別されていたかそして逆に旧姓一高生がいかに社会的に階級が上だったかが丁寧に描かれます。学生ととは下田ににに着いいたら一緒に活動写真をを見に行くという約束すするんですけども もう座頭の、えー、年配の女性が身分違いの声で踊り子に悲しい思いをさせないようにと、まあ、下田でわざとお座敷に仕事を入れて活動者に行かせないように、えー、しちゃうんですね。 で、伊豆の踊、えーまあ、る家当初は11月公開の予定で撮影されていたそうで撮影期間はわずか、えー、22日 <laughs> 22日ですよ。でしかも桃江が撮影に参加したのはたった7日間だけ、えー、だったそうですがそれでも出来の良さを見た東宝は正月映画に格上げを決めて日本沈没の小松崎業原作の「エスパイとの2本立てで12月28日から、えー、公開しました。 翌1975年の4月には早くも山口百恵主演の第2作「塩祭」が公開されますこの塩祭の原作は三島由紀夫です川端康成の「伊豆の踊り子」は過去6回、えー、三島由紀夫の「塩祭」は過去5回、まあ、いずれもアイドルの売り出しのために映画化されていますなんでアイドルがみんなこの2本をやらされるのかというと、まあ、この2作原作にヒロインが全裸になる場面があるからですね あの伊豆の踊り子は学生と旅芸人の一行が一緒に湯河野の温泉に泊まって翌朝、えー、宿の浅いに使っていた学生に気づいた川の向こうの湯殿にいたこの踊り子が全裸で立ち上がって手を振る無邪気に手を振る、えー、というシーンがありますし、えー、潮沿は磯場に浮かぶ小さな島で暮らす漁師のえ若者とその島の有力者の娘の恋の話なんですけども嵐の日に島の高台にある小屋にで2人が密会して濡れた服を乾かすために焚き火を起こしてその火を挟んで 服を脱いで裸になって娘の方が「その日を飛び越してこい」と言います。 まあどちらの原作も有名なので観客はこの全裸の場面を期待するしまあ大作家が全裸と明確に書いているので主演のアイドルを脱がすのにも説得しやすいんですね。まあ普通に考えたら当時16歳の山口百恵がですね脱ぐはずなんかないんですけどもえ山口百恵だけはもしかしたら本当に脱ぐんじゃないかって危ない感じがあってまあでもえ当然ですけども全裸になるはずの場面は1963年の吉永小百合それから1967年の内藤陽子と 同様肌色の水着を、えー、聞いた上に引き絵で,、えー、でしかも寄りになった時はもうバストより、えー、上の、えー、ショットでしたで実際の話「伊豆の踊り子」えー「潮騒合わせて11回の映画化で本当に前代になったのは1971年の森谷史郎監督の潮騒に主演した「小野里緑」だけだったと思います。NHK の、えー、朝ドラ「あまちゃんで」で薬師丸ひろ子が歌った「潮騒のメモリー」の「来てよその日を飛び越えて」という歌詞はこの潮沿を明らかに茶化してますね。 でこの歌詞を書いた工藤官九郎は1970年生まれなので多分、小野里緑版や山口百恵版は知らないはずなので1985年の堀千恵美主演版を見ての記憶だんじゃないかと思います。この後東方は 和製菓のファンは男子よりもむしろ女子の方が多いということに気づいてもう山口百恵をなんとか抜かすという姑息なことは、えー、考えなくなります。詳細公開の4か月後の、えー、1975年8月に公開されたのが「ポリプロトサンミュージック」が共同制作した「花の子に鳥を鳥ト初恋時代」です。 サンミュージック社長の相澤秀吉と、まあ、堀プロ社長の堀武雄はえ実は1960年に東洋企画という芸能プロダクションで机を並べていた中で,で堀武雄が内紛でこの会社を追放された時相、えー、澤の方は追放する側に立ったことからえ二人の間には確執があってお互いをライバル視していたそうですが、まあ、この映画では制作室として二人仲良く名前が並んでクレジットされています。ここのの映映画画時点でででで山口ももうすすすに映画にに本本ドラマに2本ずつ主演していたんですががれ、まあ、れ今サブスクで見れますが今見る ると明らかに演技力はもう素人が見ても桜田純子の方が上ですねどう見てもでももう人気はこの時すでに山口モヨナが上でしたで世の中が桜田純子の演技力に注目してまあ演技力に気づいてで彼女が映画やドラマにバンバン主演するようになるのは1979年の市川崑監督の病院坂の首くくりの家と新宿コマのミュージカルアニー・を十を取れの公演で認められてから後のことです。 さて潮騒に続く桃江智和映画第3作は絶唱これも監督は西川克実日活で2度映画化されている作品で船木一夫和泉雅子が主演し船木一夫の主題歌がヒットした1966年の2度目の映画化は西川自身がメガホンを取っていますでこれは「ゼ e r の場面はさっき言ったようなことではありませんけどもキスシーンが売りでしたで翌1976年4月にはホリプロの意向で一度は他の俳優と組ませてみよう とということになりオリプロの新人の南を豊かと共演した「エデンの海」が作られますが興行的には振るわなかったために3か月後の7月公開の「風立チヌでは再び三浦友和と共演でここから引退するまで相手役はずっと三浦友和が務めます。 ちなみにですねこの「かすたチヌー」ーには松ツケンサンバの松平健が、えー、学曲と動員で、えー、あの戦争に行って真っ先に死んでしまう三浦智和の同級生の役で出演していてすごいいい味「あこれ松平健か」っていい味出してるんですけども松平健はもうどう見ても今見てもそうですよあの今見ても三浦智和より先輩っぽいのに実は学年でいうと三浦智和より2学年も下なんですね、まあ、だからこ三浦智和って本当に今も若いと思います。 で三浦智和は最初当初は大根役者扱いされていたんですけれども山口百恵との共演でめきめき腕を上げてで山口百恵が引退した後1984年にえ天国の駅で吉永小百合をの人生を狂わせる悪役それから1985年にえ台風クラブでもう <laughs> 非常に無責任な中学校の先生を演じた頃からもう評価が逆転して芝居の上手い俳優として、まあ、ドラマとか映画にいや今も出続けています。 取りししたた感じなんかかもう素晴らしかったですよねもう僕は大好きで、えー、役者さんですで映画「風立ちぬ」の直前には山口も恵は萩陽子作詞宇崎龍道作曲の13枚目のシングル「横須賀ストーリー」がを発売していますでこれもうサビの「これっきりこれっきりもうこれっきりですか」っていうあの、えー、フレーズから始まるあの歌ですねで山口百恵も,も17歳になっていて、えー、彼女のコンセプトが「青いせい」から突っ張りにモデル人事されていましたで故郷横須賀を舞台に初めて自分そのものを歌って 歌だんだんそうですそしてこの歌オリコン最高順位1位レコード売上が66万枚という、まあ、彼女のの最大のヒット曲になりました映画はその後1976年暮れにこの谷崎重一郎、えー、原作の「春金賞」それから77年に大江出身で赤シリーズ、えー、数を演出した、えー、富本宗吉監督による「この泥だらけの純情」それから12月に松本清張原作の「霧の旗」。 そして翌78年の7月には、えー、グリコの CM をずっと撮ってきた大林信彦監督の「振り向けば愛」と「まあ、現代物」が3本続きますこの中でユニークなのが初めてのオリジナルストーリー、まあ、原作がないオリジナルストーリーの「振り向けば愛」ですね大林信彦監督は後のインタビューで2人の恋がそろそろ成就しそうだというところをドキュメンタリーでやろうと、えー、だから割合にあれはコマーシャル的というよりも僕にとってはプライベートな日記風に撮っちゃったというところがありますと語っています でこの青い時の記述によると三浦智和が実生活で初めて山口百恵に好きだと告白したのは1977年の正月グリコの CM 撮影で一緒にハワイに行った時だったそうなのでこの映画の撮影時はもうその初告白から1年半も経っていたのでおそらくこのを2人の CM を撮り続けてきた小林監督はまあ気づいていたんですね、この2人の中に。このの映画で山口桃江が演じたのは サンンフランシスコに一人旅するピアノ調理師で彼女はサンフランシスコの丘の上でヒッピーみたいな生活をしている三浦智和と知り合ってまあ結ばれる、まあ、寝ちゃうんですけどももう裸で手ぶらっていう衝撃的なシーンがありましたがで、これ山口百恵が三浦智和に日本に一緒に帰ろうというと智和が自分には帰れない事情があるんだ、えー、と言って廊花公園にある馬の骨というスナックに行けば俺の居所が分かるから9月になったら会おう日本で会おうと約束します。 でも桃江が日本に帰っていくら探してもろ過公ンを探してもそんな店はありませんそうこうするうちに桃江が自動車事故に遭ってしまい加害者の森継晃司と付き合うようになります、えー、が2人で行ったナイトクラブでかつてサンフランシスコに友和が歌っていた歌を聞いて山,山を立てもたまらなくなって再びサンフランシスコに飛んで友和の住みに行くと友和はアメリカ人の女性と暮らしていたとさあどうなるっていうお話ですね で大橋監督は脚本のジェームス・ミキとあの2人が主演するということがなかったらもうバカみたいなシナリオを書こうと話し合ったそうなんですけども。 これ皮肉なことに今のテレビドラマの水準でいうとこの映画は割と普通のレベルのメロドラマですね街を捉えたカメラが素晴らしいし、まあ、現代劇なので当時の風俗がふんだんに見られて、まあ、僕はすごく好きな作品です。でこのあと山口も思う三浦智和映画は1964年に日活で黒原浩義監督が浅岡瑠璃子伊丹十三を主演で撮った主演のリメイクのこの「炎の舞」 それから一般公募したストーリーを若手商映画を監督した小谷,小谷つぶのぐ監督が映画化した「ホワイトラブ」えー、それから藤田、えー、ビンパチ藤田賢也監督です、ね、の地味な青春映画の「天使の誘惑」と続いて最初と同じ川端康成原作を一角音楽映画化した最終作「ことで締めくくられます。まあ、記念に僕のことだけは <laughs> DVD を買って持っていましたけどもで山口百恵が引退した1980年にデビューしたのが松田聖子です。 1980年4月には裸足の季節でデビューしてるんですけども10月にこの松田聖子は発売した3万目のシングラー「風は秋色」で初めてオリコン1位を獲得していますでこのレコードが発売された5日後に山口百恵が武道館でさよならコンサートを行いマイクを、えー、置きました有名な場面ですね、えー、だからまあこの歌謡界の女王の座がこれほど分かりやすく即位された例っていうのは他にないと思いますね でまあ、最後にあの個人的な話になりますけども僕は山口百恵が夢先案内人をうたっていた1977年の4月に日立製作所に入社して宣伝部に配属されて77年の10月から2年間79年の10月まで日立が提供するテレビ番組に CM を送ったりそのドラマの中で出てくる家電製品の使い方が間違った使い方をされていないかとかをチェックする媒体という仕事のもう一番下っ端をしていました。 でこの時日立が提供していた番組の中に山口百恵主演の「最後の赤」シリーズの「赤い絆と」と「ザベスト1 0がありましたで当時僕はキャンディーズのファンで、まあ、山口百恵に思い入れは全然なかったんですけども山口百恵が「乙女砂丘」という歌でですね「今は獅子座のあなたに夢中よ」って歌った時はもう僕獅子座なもんですから「え俺のこと?」って間抜けに思ったりしてましたね。で 1978年の3月に日立一社提供の3時間ドラマ「数が燃えた」でこれ伊藤博文の伝記のドラマなんですけどこれに山口百えと三浦智和がえ主演した時は僕ス,スポンサー側の一番下っ端としてまあ山口百恵の全盛期を目の当たりにしていますですから山口百恵が活躍した時代というのはまあ僕にとってもろに青春時代でもありますもうだからもうここら辺の一連の題名とか見てるともうぐっときちゃうんですね僕なんかで1978年後半僕がその宣伝部でちょうど媒体の仕事 していた頃日本は広告の時代に入ってコピーライターという職業が注目され始めまあ歌謡曲でもヒット曲が資生堂金坊の化粧品のキャンペーンから生まれるようになりましたそして山口もお前も1978年の末には「猛烈からビューティフルへ」とか「ディスカバー・ジャパン」のキャンペーンで名を挙げた伝通の藤岡若雄という人が仕掛けた JR とのタイアップ曲「いい日旅立ち」を歌い横須賀ストーリーに次ぐ2番目のセールスを記録しています僕はあの 日立在職中にそういう話を直接聞いたことは全くないんですけども、CBS ソニーの酒井正利が書き残してる話だと、この曲には山口桃江のドラマを数多く提供していた日立もえ電通でそそのかされて金を出していて、それでいい日旅立ちというタイトルは旅という字を挟んで、日立の文字がえ入っていたそうです。 あの山口百恵はまあ派手さのない日本的土着的な美貌の持ち主でまあ不良少女から外交官理事を CM のスタイリストピアノの調律師え銀座のクラブのホステスはてわ大正時代のえ旅芸人の踊り子何を演じても全く浮いた感じがしない特異な演技者だったと思いますま。吉永小百合も日活で同じ役を演じていますが吉永小百合の場合不良少女は明らかにまあ似合わないというか無理があって演じられない気がしますね。 まあそして時代物は衣装とか髪型でまあ誰が演じてもまあそれなりに加工がついちゃうんですけれどもえ現代物はそうはいきませんえ山口百恵の映画やドラマは評価はまあ時代物の,の方が装置で高いんですけど僕は個人的には現代物の,の方が面白いと思っていますしかし山口百恵主演まあ特に山口百恵三浦智和コンビの映画でこの一本と言われたらやはり本人も引退陣に一番好きだったといった伊豆の踊り子でしょう 川端康成の原作小説の純文学としての価値は僕には全くわ、えー、かりませんが一つ言えるのはこの原作の一つはエンターテインメントとして素晴らしいということです。 で映画も同じですね、えー、特に山口百恵版はですねあの最初に言った結核で死んでいく友達の石川さゆりをめぐる演出がもうベタに泣かせてくれてもうあの石川さゆり死んじゃってるのに、えー、山口百恵が山の峠の上から、えー、その隔離されてるところに向かって「おきみちゃん元気で!」って叫ぶんですけどこれ泣かせましたよ。 もうこのベタな演出がもう中逸だと思いますですからぜひ伊豆の踊り子」から入ってくださいそしてもしももう一本見ると言われたら全く方向性の振り向け場合をおすすめしておきますチャンネル登録高評価コメントよろしくお願いします